ワクチン接種記録システム VRS への接種記録のデータのダッシュボードの公開についてであります。VRS は4月12日の運用開始から約1ヶ月半が経過して、直近では1日30万回前後が入力され、日々数字は着実に積み上がっています。昨日より VRS の接種記録のデータについて、足元の接種の進捗状況を知っていただくことや、データの分析等をしやすくすることを目的として、ダッシュボード化しまして、政府 CIO ポータルや官邸ホームページに、これはまあ一部ですけれども掲載させていただいております。記者の皆さんにはリンクを送付していると思うので、ご覧いただければと思います。特に IT 室の政府 CIO ポータルでは、マシンリーダブルなデータ形式で、データのダウンロードも可能になっておりますので、研究者とか技術者にもお使いいただけるのではないかというふうに考えております。これはまず皆さんご覧になっていただければと思います。私からは以上です。 VRS のダッシュボードなんですけども、これ大臣としては具体的にそのデータを公開することによって、どういうふうにこう活用してほしいというか、期待感のものがあるか。今国民の一番関心事はやっぱりこのワクチンの接種の状況だと思います。で、地域的な特徴もありますし、それぞれ自治体がその積極的に大規模接種会場を整備したり、いろんな取り組みがある中で、自分の住んでいるところはどうなのか、そしてどのようなその状況にあるのかというのを、その公開していくということは非常に重要だと思っています。そして総理も非常に野心的な目標を掲げて、ワクチン接種、ありとあらゆる方策を今進めているところですが、その正確な状況というものを、その刻一刻と変わっていくわけですから、それを国民に知っていただくというのは非常に重要だと思っています。で、またあとこのデータは、その人流のデータであるとか、その他いろいろな他のデータとの関連性等々は、研究者の皆さんにとっても非常に関心のあるものだというふうに思っておりますので、正確なデータをできるだけ早くお出しをしたいというふうに考えています。そしてこのワクチン接種の記録がこのデータベースに各自治体の管理のもと残っているということで、これが非常にやっぱり次のワクチン接種に向けて基礎的な、いわばベースレジストリーになるというふうに我々考えています。